こんにちは、DM コアです。今日はですね、最近ちょっとハマってることがあって、それはですね、コオロギの繁殖です。今までも、コオロギの繁殖はやってたんですが、ヤドクガエルにあげるためのピンヘッドっていうのはね、飼育して、繁殖させて、ですぐあげちゃってたんですね、餌として。で、大きくするところまではしてなかったんですが、なんか最近ですね、餌用コオロギを育てることにですね、ちょっと面白みを感じてしまいまして、ちょっと育ててます。で、約1ヶ月前にですね、動画でも上げさせてもらったフタホシコオロギの、ピンヘッドが今どうなってるのかっていうのをね、ちょっとご覧いただければと思います。結構でかくなりましたね。何センチぐらいかな、1センチはないぐらいかな、1センチ弱ぐらいの感じですか。結構な量いてですね、すごいんですよこれ。むちゃくちゃ量はいますね。こんな感じでいるんですけど、量的には相当の量います。今これがだいたい1センチ弱ぐらいの大きさになってますね。で、すごいのがね、これちょっと見ていただければと思う。今日これちょっとね、ケージを、入れ替えてきれいにしたところなんですが、これその前に入ってた入れ替える前のケージ、これですね。これ見てください、この黒いの。これ何だと思います？この黒いのはですね、死んでるわけじゃなくてですね、すべて抜け殻です。脱皮殻ですね。コオロギってもうよ、初齢からですね、多分2回ぐらい脱皮してんじゃないかな。1ヶ月でこのぐらい脱皮してるので、相当これ脱皮殻がすごいですね。今ちょっともうちょっとで移そうと思って、まだ残ってるやつここにね、こう卵のこれを置いて、でここに移してね、やらないと脱皮殻がね一緒に入ってきちゃうんで、新しいケージに。今この卵パックにですね、移してからこっちに持って移そうと思って、残ってる、コオロギをね、いう形でこうちょっと置いてあるんですけど、このぐらい脱皮しまして、で今こんな感じになってます。これですね、このままあんまり死なないですね。死なずに結構上手に大きくなってくれてると思います。こんな感じで、これが今、フタホシコオロギ、これがね2つ、これよりももうちょっとちっちゃいのがこっちにもあって、同じ数ぐらいいるんですけど、このぐらいあって、でこれが親です。親のフタホシコオロギで、さらにもっとちっちゃいピンヘッドが今ここにいます。これですね、これがもう本当に1、2ミリって感じですかね、このピンヘッド。これはもうどんどん餌として使っちゃうんですけど、まあ大きくなって、こんなにたくさんはね、使えないんで、大きくなってったらまた別の容器に入れていくっていう形なんですけど、今最近ですね、黒コオロギっていうのを飼育し始めまして、でこれはですね、フタホシコオロギの改良版みたいですね。一回り二回りぐらい、フタホシよりも大きくなります。でちょっとここに、サンプルとしてですね、もう撮ってみたんですけど、こんな感じのコオロギなんです。
このでかい方が、黒コオロギで、ちっちゃくて羽が生えてる方がですね、これ双星コオロギのオスとメスで、この黒コオロギのこれがオスで、これがメスですね。で、これはまだですね、羽が生えてない幼体です。この黒コオロギはまだ幼体なんですが、もうすでに一回りちょっと大きいんですね、あの双星よりも。で、非常にプリプリの、コオロギですね。多分ですね、栄養価的にはそんなに変わんないんだと思うんです。まあ、タンパク質が、まあ、そこそこあって、で、あと脂質が非常に少ない、ミルワームとかね、ああいうその、あとハニーワームとか、ああいったワーム系に比べると、あの脂質が少ないんですね。ちょっとシルクワームはまた別ですけど、あの脂質が少なくって、水分量が非常に多いです。で、あのコオロギ系は水分量が多くて、で、まあ脂質が少ない。で、タンパク質はまあまあ普通という感じの、餌になるんですが、まあ、この黒コオロギ、あと双星、あとイエコ、この辺はそんなにね、変わんないと思うんです、多分。栄養価的にはちょっとイエコがタンパク質が高いのかなっていう感じですけど、まあ、この太ってる分ちょっと水分量が多いというのがあって、これをちょっとね、繁殖させて増やしてみたいなというふうに今思ってまして、で、今この黒コオロギをね、200ほど、この間購入してきて、今まだ羽が生えてないんで、幼体なんで、まだ繁殖はしないんですけども、今ちょっと大きくしてるというところです。まあ、これがね、大きくなって、これが繁殖できれば、結構なボリューミーな、餌になるんで、すごくこう、まあ、水分が取れれば、タランチュラとかね、にあげると非常にこう、いいのかなというところで、今黒コオロギをちょっと飼育し始めました。まあ結構 YouTube とかで見ると、黒コオロギはですね、繁殖がちょっと難しいよとかね、飼育がちょっと難しいよみたいなことを書いて言われてたりとかするので、まあどうかなとは思うんですが、ちょっとやってみています。まあ、こんな感じで、今ね、なんとなくコオロギの飼育にですね、ハマってしまったというか、を繁殖させて楽しんでるという状態になります。今日のところは以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。